回の企画はマイクラ鳥人間コンテスト。ゲストにペンギン、タイタイ、タツナミ先生、ネコージを迎え、総勢9人で行うこの企画。3人ずつ3チームに分かれて、最も遠くまで飛べるエリトラ発射装置を作る。本番で飛べるチャンスは1回のみ。果たして最も遠くまで飛べるのはどのチームなのか。チャンネル登録、グッドボタンで君も結末を見届けよう。はい、ということで、本日の企画なんですけれども、本日の企画はマイクラ鳥人間コンテストでございます。よろしくお願いします。はい、ということで、皆さん鳥人間コンテスト見たことありますか？鳥人間コンテスト、あります、あります。ね、手作り の、はい、あの空を飛ぶ機械を作ってどこまで遠くまで行けるかという、夢とロマンがいっぱい詰まった、大会なんですけれども今日は、それをちょっとですね、マイクラで僕たちやってみようということで、3チームに分かれてそれぞれ、どのチームが一番遠くまで飛べるかを競わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあちょっとチーム分けしますか。チーム分けは、僕とボンさんとペンギンかな。はい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 、はい、ああ来た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 。そしてオンリーオラックンタイタイ、はい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 、はい、そして、はい、来たメンとタサミ先生と猫おじでございます。おいおい、勝ったぞ。チーム騎乗論、勝ったぞ。チーム騎乗論、ああちょい乱闘やめてください、乱闘やめてください。仲良くお願いします、仲良くお願いしますよ。仲良くしようぜ。はい、ということで、じゃあそれぞれ30分です。結構短いんでね、30分で、準備をしまして、どのチームが最終最後一発勝負の、本番でどこまで飛べるかを競いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。これエリトラ耐久さんで足りるかな、ボンさん。いや、きちいなー。これちょっと耐久さん、耐久追加するのなしっすよね。耐久壊れる音ってない。めちゃくちゃ。いやー、これちょっと足りないかもしれないね。ね、飛ぶよね。うちは飛ぶよ、うちは。うちはやばいっすよ。壊れるのだけ気をつけよう。よし、じゃあ、皆さん、場所移動しましたでしょうか。はい。はい、はい、じゃあ、こっから30分でございます。30分なので。はい、よっしゃ。はい、それでは皆様、5分を。5分だ。さあ、やっていきますか。ちょっと最初に誰飛びます今日。え、どうします。え、でも飛ぶだけですから、飛ぶだけなんで。あ、ほんと。飛ぶだけなら。飛ぶだけなら、まあ、いや、あのね、まあ、誰でもね、ペンギンはエリトラめっちゃ苦手なんだよ、そもそも。いや、飛べますよ。いやいや、本当に。いや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 、ガチガチで、エリトラ本当飛べない説あるから。いや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 。ボンさん行きますよ、ボンさん。飛べますよ、飛べます、飛びましょう。じゃあ、どういう作戦でいきますか。どう、作戦を決める。どうやって。とりあえず30積み上げるでしょ。こっからどう上げます？ TNT 禁止だからな。スライムピストンとかってそんな飛ばないですもんね。ピストン系はどうなんだろう、飛ぶイメージがないけどね。出るイメージだからね。ボヨーンボヨーンぐらいはいいけど。最後のボヨーン。じゃあスライムピストンちょっとペンギン作っておいてもらっていい？なんかこうスライムピストンパーンっていく感じ。弾けるのなんかないかな。ピストンってこれじゃん。クリーパーだと弱いかな。クリーパーってそもそも飛ぶのかな。僕ちょっとクリーパー実験してみていいですか。はいはいはい。僕ちょっとクリーパー実験してください。スライム全然飛ばない。持ってる。ジェボンさん試しに来てもらっていいですか。それでここに立ってもらって、あ、いいっす。ああ、そんな飛ばないな。飛ばない。全然飛ばない。ちょっともうちょい実験していいですか。そうです。もうちょいこの。思ったよりだったな。クリーパーの頭の上ぐらいで直撃を食らうっていう。これ行った瞬間に爆発しちゃうから、うん。まあバックで進んで。それ一緒でしょ。あー、ダメだ、全然飛ばねえ。全然飛ばねえ、マジか。そんな飛ばないの？そうか。よし。じゃあ、エリトラ頼むわ。もう下手くそやから誰か飛んでくれ。僕無理だ。まず飛ぶ係、まあエリトラ、まあこれあれだよね、うん、PS も大事になってくるよね。そう、絶対。僕はもうエリトラ下手くそだから、
いや俺も本当にちょくちょく落ちるで有名だから。じゃあオディ、いやでももうこっから出たらもう飛んでるだけだから、うん、いやオディひたすら飛んでるだけ。 いやこれどうする。いや一回作るか、一回作って、うん、一回作ってから、まあ、適した人材をね。じゃあでまず何使う、何使う。えシェルカーとかおもろくない。シェルカーとか、まあ、どうなんだろう。確かにね、シェルカーね強いと思うよね。シェルカー強いな。あとあのエンドラが出したらエンドラってめっちゃ吹き飛ぶなと思ったんだけど、はいはいはい、エンドラ出せないっぽいね。あエンドラ飛ぶもんね、めっちゃね。あ エンドラ面白い。エンドラめっちゃおもろかったけどな。確かに。それができないか。であとなんか他の爆風っていうかなんか、うん、ウィザーもいけるかなと思ったんだけど。あウィザーの爆風をうまく、ウィザーの最初のね、はいはいはい、そうそうそう、ウィザー3体ぐらいならそこに同時召喚できそうだから、で岩盤とか使って、はい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 、あ爆破ダメージどうかな、はい、やってみる一回。この範囲内なら当店持っても大丈夫だから。ウィザー出して倒すのがめんどくさいかもしれないこれ。確かに。何が一番強いのかな。クリーパーとか微妙なの、死んじゃうんか。クリーパーかなり微妙だと思うけどな。あんま飛ばないよね意外とね、クリーパー。これ大丈夫かな。一旦でもあれが丘出ちゃうわ。まあいいや。確かに。いきます。どうだ。ここに立っていたい。どうだ。いけるか。来るんちゃう？来るんちゃう？おお、いや。全然飛ばない。全然飛ばない。やべ出てきた。やべえ。やだ。いやウィザーダメか。いやシュルカー食らってたらどうなったんだろう。ここですかね。ここですかね。はーい。どうし。じゃあ具体的にどうしましょう。そうですよね。ちなみに今ってあのったなんか こんな感じの、うん、あの発射台って今使えるんですかね。どうなんだろう。見たことあるけど作ったことない。やったことない。あの下からパンで突き上げられていくやつです。ここにボートがあのめちゃくちゃ溜まって、あジャンプするとその反射でなんかめちゃ吹っ飛んでいくっていう、なんかねありましたね。なんか昔からあるやつが一個あるんですけど、これ以外だと何かありますかね。以外だとまあモブ使ってとかです。完全に今あのクリーパー使って TNT キャノンにしようあでもそれもいいっすよね。確かにクリーパーならよかべっていう、うん、まあ確かに TNT は使ってないですもんね。そう、そういうことなんです。そういうことなんですよ。あ確かに。でもそれが果たして本当にうまくいくのかっていう。ああクリーパーで再現してみたいですね。確かにちょっとやってみます。一瞬、はい、確かに確かに。ただあの頼りにならない場合もあるのであの皆さんぜひはい、いやちょっといろいろちょっとパターンだけ用意してみますか。いろいろパターン用意します。はい、だなこの企画来た時に、あーやった TNT キャノン研究しといてよかったとか思ったんだよな。やっぱりでも辰巳先生最強になっちゃうんで。あの後結構研究してたんですよ。いやですよね、ですよね、ですよね。確かにツイッターで上げられてましたもんね、あの新作から検証のやつを。どうやったらうまくいくんだろうとか、うん、普通に個人的にあの検証してたんですよ、はい、結果700マスぐらい飛びましたもんね。ああ飛びましたね。あの1000まで行きました一応記録的に。変はい、の卵ってのもないっすもんね。大量の卵は確かないはずですね。あれはあくまでもうおああダメだな。ああダメだな。もっと一箇所に集められなきゃって感じなんですか。もう思いっきりクリーパーに爆破されたって出ちゃったからバレたな。結局タイミングによりきりなんですけど、はい、他のクリーパーに影響しちゃいますねダメージ。ああなるほどですね、うん、なので結局クリーパー1匹分の爆発しか得られないですね。ああそっか同時にっていう、うん、ダメですねこれ。水流エレベーターって最後ちょっとしか飛ばなかったっけ。あーちょ最後ちょっとピョコンってしますよ、ね、ピョコンだけかピョコンって。いやでもあのピョコンだけかえちょっと作ってみますね。なんかでいやーちょっとピョコンだな。ちょっとピョコンか。いやちょっとピョコンするでもなんかあのタイミングに合わせてなんかできれば面白いですけどね。これどうすか坊さん。リスポーンワンか。あー爆破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 
はいはい、これちょっとやってみてください。ベッド爆破と一緒だから意外と、これどうやって爆発するんですっけ、これ右クリックで、右クリックで爆発します。だ上に乗ってもろって入れて、多分リスポーンを決定すると爆発します。あ、そっか。でボンさん飛ぶ気あります、ボンさん飛ぼうとしてますか。してますよ。気持ちで負けてるんじゃないですか、ボンさん。してますよ。気持ちで。あっ、気楽しんだ。思ってる。もう一回もう一回、上からボンさん。間違った。これ、トーテムちゃんと持ってください。トーテム失ってしまった。トーテムを。まあまあ、一旦これでいきますね。上に乗って。で、ジャンプして、ジャンプしてみる。ジャンプして、ボンね。ああ、そうそうそう。いきます。じゃあなんでトーテム持ってないんですか、ボンさん。あれトーテム今、いや手に持ってなかったっす今。持ってた。でもどうせ飛ばない、これは。どうしようどうしよう。やばいっすねこれ。これやばい、ボンさんこれ。次エンドクリスタルも一応飛びそうだね。エンドクリスタルね、でもクリスタルめっちゃ飛びそう。った意外と飛ばない、もしかして。いや全然飛ばないかも。 TNT が優秀だった説か。今んとこウィザーが一番飛んでる。うん、マンド使えればね。はいはいはい。この感じだとやっぱりなおさらシルカー強いよな。シェルカーじゃない、やっぱりシェルカー使うか。最初に多分あのエンチャキンリンゴとか食べて、 あと V コンも立てよう。とりあえずそうだね。結構飛んでんな一番飛んでるわ、やっぱりシルカ。一番飛んでるよね。エデン、うん、もうなんか数増やせば増やすだけ多分その白い玉も多いから。確かに。でも死なない、まあ、エンジェキンリンゴ強い。ここはビーコンとキンリンゴ。うんうんうん。ちょっとオラックンさ、うん、一回シェルカーの攻撃食らってくれん。ゲームの仕様に殺された。一回だけ。はいはい。でシェルカー、はい、一回食らって、食らった。あー、めっちゃ飛んだりはしないか。低速落下食らった、低速落下と浮遊食らった状態でさ、宝ダメージ受けたらめっちゃ吹き飛びそうな感じしたんだけど、やってみていい？確かに。 OK、 オラフ君サバイバルになって、はい、いってらっしゃい。よし。よし。当たらん。当たった。行ってこい。うわ。パンチ。うわ。飛んでくのか。こっち。真下からやってもかかとに刺さってるもんだ。か。初速がな。ズガーンって行きたいよな。いやー、やっぱもうシュルカー大量発生。いやー。まあそうだよね、でもね。それが一番確かに。お、出たー出たービヨーンっていくやつやこれがまだ生きてれば飛べるんですよ、はいはいはい、うん、どうなんすかねっていう。すげー、いろんな配信者さんがやってきた。なんかみんなが大好きなそうあれですね。あれちょっと飛べて、あ、いけるかもしれないですねこれ。あ、いけます。いけるならちょっと一回試していってみます。はい、お願いします。ちょっと引き続き検証を。あーあ、ダメだ。あ、ダメなんだ。そう。修正されたのか。あ、おお。場所によって飛べましたね今。行けました？今。横にすごい飛びました。ただボートがすごい飛び散った。条件が知りたいですね。そうですね、使えるなら使えるで全然俺ありだと思うんで。前方に当たれば飛べれますねこれ。あの、真下からぶつかるとちょっとダメだったんですけど。なるほど。ここ階段とかうまく調整できれば、これを 100% にしないと本番だとちょっと怖いですもんね。そうですね、一発勝負ですもんねこれ。一発勝負ですね。またもう、うん、またしても、一発勝負か。どうしようかな。あー、でも飛べます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 。あ、行けます。いい場所から押せば。あとはこれをコツがいる。ちょっと高い場所にちょっともう一回作ってから、はい、ちょっともう一回実験させてください、どうなんだろうな、うん、できんのかな。確かに。ちょっと安定をさせるっていう意味だと
ギャンブル要素が。いや、ギャンブル要素高いと前回と同じになっちゃった。それはそれで面白いけど。いやじゃあまた爪痕は残しましたよ。チーム非常論って言われちゃった。あれ面白いな。ちょっと使わせてもらおうかなって。チーム非常論って。いや飛ばないですね、あんま。エンドクリスタル。エンドクリスタル。ちょっとシュルカーで飛ぶ練習しますか、もうさん。それ以外なんかありますかね。それが一番雑な気がしてきた。シュルカーで。あとボンさんの技量にかかってる。飛べますボンさん。飛べるよ。飛べます。大丈夫ですかエリトラ。もうこの時点飛べるもん。これでも前に出ちゃダメですよボンさん。前に出たらもうチート禁止になっちゃうんで。一回ここで一、うん、回ここで上に行けるだけ行って。飛べます？ちょっと待って行って行って。てこれも切れるよ。ああ持ってない。いやちょっともうむず最高のちょっと前ぐらいからもう飛び始めてもいいかもしれない。オッケーオッケーオッケー。テレポで。結構飛ぶよこれ。いや多分みんな飛びますよ。どのチームもみんな飛ぶと思う。さすがにどうしたらもっと上までいけるかな。ここにスライムジャンプつけます。ジャンプし。したらあれかな。下取ってじゃない。ジャンプしちょっとでも上にから当たるみたいな。飛距離は伸びるね。でもボンさんスライムジャンプ苦手かもしれない。だから当たる瞬間にジャンプするっていう。確かにスライムジャンプ決まれば大技よ。うん。そう。決まれば大技。スライムジャンプいきます。いける理想はボンさんここら辺からこういくじゃないですか。高くないでしょ。シルカーで高く行って切れたって思ったらエリトラを開かずにここら辺にあるスライムをボヨーンって行ってボヨーンって行ってここぐらいから飛ぶ。なるほどね。どうすか決まれば大技っすよ。それ行けます。えどういうことですか。え、ちょ一回行くよ。ちょっとよ。だからここにトランポリン作って。あー行きますね。はい。なんかボンさんジャンプできてない。それジャンプできてない。ジャンプできてない。できてなかった。できてない。その多分なんか押してませんボタンニュートラルですよ。着地する瞬間に押し出せないですかね。こっち向きに。いや無理でしょ。それは無理弾んでこれ爆地だな。全然爆地なんだよな。いやボンさんのトランプリン力にかかって本番力にかかってる。ここからはやれば。激流は激流一回やる。え、なんか食らった状態で激流とかどう。あーちょっとやってみるか。水じゃ置いて炎着って冬食らって激流。よし行きます。よし、はい。うわあ、あーだめだ。そういうことか。これちょっとむずいな。もうちょっと深くに入って参ります。おーい、あ、じゃあす、おい、いけるか。食らってる。あ、おお、あ、え、あ、浮遊状態中はエリトラ開けないや。あー、なるほどね。あ、ちょっと、あー、いやー、なんか高さで言ったらここぐらいやったもんね今。え、待って、全然飛ばないかもこれ。見て、遅くないこれ。で下にも遅いんだけど、なんかのバグこれ。切れるまではめっちゃ遅いみたいな。結局シュルカーが強いんだな。みんなシュルカーあるよねこれ。ワンちゃんあるな。これしかないよね。なんなら、一応過去にあの大量のボートをね重ねるとこの圧で飛べるみたいな。あー聞いたことある、うん、なんかゾンビキャノンみたいなのもあるもんね。うわあれですね、水流エレベーターも言うてですね。あー微妙だな。なんか高さ30から 5マスぐらいちょっとピョンって出るぐらいしかいかないですね。ですね。
ですね。あーすげえ微妙、うん、一応ピストンで重ねることは確かできるんですもんね。そっかそっか、そうか、これエンティティ扱いなのか。なんか微妙にずらしてなんか重ねるっていうのが確か。うーん、なるほど。あの、あーでも、どう1万個とか重ねたらすげえ飛んできそう。うーん、そういうことですよね。私そこの条件はないですからね。ほんとだ、エンティティなんだ。多分当たり判定みたいのが。あー、なるほどね。あー、飛びましたね。今飛びましたね、ちゃんと上に。いけますね、いけますね。ああああ、やばい、ちょ、面の装置やばい。ちょっとこれは。わかんないです。どうなるかちょっと読めないタイプなんで。これでももう、滑空とか関係なしに飛ばされて飛ぶみたいなとこありますね、これね。真横すで飛んでいくのはこれ。真横に、ですよね、ですよね。これを高いところに作ってからみんなエリトラで飛ぶっていうのが昔。あ、はい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 。はい、すごい。やってみますかね、じゃあ。これちょっと、はい。あれなんだったっけ、いや、あったあった。ビーコンとかなんかプラスされないかな。跳躍？跳躍関係ある。そんなか。めっちゃきっすよね。あ、でもトランポリンと掛け合わせたらもしかしたら。やったことワンチャン伸びるかも。ワンチャンめっちゃ伸びるかもしれん。やってみよう、やってみよう、やってみよう。え、これないっすかね、これ。この押し出し、ワンチャン。時間との勝負だから、時間と完成したら使おう、完成したら使おう。ボンさんは練習お願いします。僕一応ビーコン立てるんで。で、ペンギンはそのジャンプ装置をワンチャン完成させる。あ、無理。ボンさん、跳躍つきました。お、ナイス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 。これ上に来てんのかな。あ、来た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 。眺めてる。お、いいよ、ボンさん。この辺が限界だ。じゃあボンさん、あれ何してるんですか。ボンさん、ちょっと違う、外したのこれ本番外したら大変ですよ。やばいですよ、ボンさん。マジでこれ1メートルとかなっちゃう。いや、死んじゃうからゼロの可能性ある。そう。うまい。よし、ラスト、こっからっすよ。もともと上がってるから、そろそろ落ちるよ。じゃこれそのまま行った方が良くないですか、ボンさん。ロスってますよ、ボンさん、これ。ロスってる、全然。着地まで何もしないんだけど、一応。なんでだ。一応。これダメなのかな。これどうなんだろう。やっぱトランポリン弱くなっちゃうのかな。ピストンどう。これダメっすか。さらにこれやってみて、これどういうことだ。上から、こうして。うん、ここに矢入れて、あ、ここにボンさんが落ちてくれば、ここに着地するとかするんですけど。もうこれでいこう、ボンさん。ここにワイヤーフックに、そう、いきますね。こういうことよね。めっちゃむずい。あれダメだ。あ、レッドストーンが OK。押してるよね。もう一回。あ、はい、言いました、はい。どうぞ、ボンさん。ます。おー、いいじゃん。お、ちょっと。あ、ちょっと、いい、ボンさん、いいよ。これいい、来た。これ果たして、めっちゃむずいぞ。高さ1個ずらそう。これ高い。高い。高さが 2段高い。ここに落ちる。今、ここに落ちたら、ここに。いや、ボンさん、僕たちはもう、決めるしかない。これで。広めに、頼む、広めに。いやいや、広めとかないから、もうだって。ここクリスタ、ここ。めっちゃむずいって。めっちゃ無理。広めとかないんで、ごめんなさい。ゼロか100かですもん。ゼロか100か。めっちゃ無理。これしかない、これしかない。はい。なんとなくわかりますよ。どうした。みんなの考えてることは。みんな自信作できた？まあ僕たちマジですごいよ。いやー、もう、え、マジっすか。来た。あ、じゃあみんなお願いします。転送お願いします。はい、みんなによってるな。みんなによってるな。ちょっと、もうあれ、早いやついるぞ。早いのいるね。すげえ飛んでる。いやー、今回はちょっと勝敗わかんないですよ。はいはい、マジでわかんないですね。来た。おー。はい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 。はいはいはい。
あ、これ今微調整ありですか？あ、ありです、ありです。あの、はい、そう、生き物とか。はい、はい。大丈夫ですね。あ、もうガンビア、やばい。ペンギン大丈夫かこれ本当。やってくれますよ、ボブさん。あ、ボブさんだ、ね、増やせない、増やせない、これもう一個。いや、これは増やせない、これは増やせない。あ、じゃあこれ。おもろすぎる。みんなもおもろすぎる。これ。うわ、これどうやって組まれるの？まずは増やしましたけど、あんま過信しないでください。はい、過信しないでください。過信しないでください。うわ、面白そう、みんな。よし、じゃあ、皆さん集合してください。はーい。はーい。これはおもろい。さあ、鳥人間コンテスト、皆さん準備時間お疲れ様でございました。ありがとうございました。いや、多分各チーム自信のない中、本番一発勝負で記録を競ってもらいます。もし一発の中で死んでしまったら記録はゼロです。はい、わかりました。生きた状態で着地した、そこが、記録となりますので、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ我こそはいます、各チーム。いや、怖いな。いや、じゃあ僕たちが見せますか、ボンさん。ペンギン。見せますか。うちのはすごいっすよ。うちのはすごいよ、本当に。はい、僕たちの装置の名前、天国か地獄です。はい。あー、ギャンブル要素が。すごいな。やばい。はい、こちらですね。あ、これだけが本体です。はい、これが最新。わかりやすい。最新のこれだけが本体。デッドアライブ。デッドアライブ。まあ、シンプルですね。あのパイロットであるボンさんがシルカーに撃たれて、最高のところまで高く飛ぶと。高く飛んで飛んで飛んで、最後ここのトランポリンに着地をし、エンドクリスタルの爆破でポーンと前に飛んで、そのまま滑空していくという。おお、すげえ。いや、これはもう、いやー、うちのはすごいって決まれば、決まれば最高、うん、決まればめっちゃ飛ぶから。ことだね。なるほど、なるほど。パイロットがいいんでね。パイロットがうちにいます。パイロットが。確かに、確かに。なるほど。うちのパイロットすごいっすよ。パイロットどうすか、大丈夫ですか、パイロット。練習のパイロット。緊張してません、大丈夫ですか。ベテランですから。してますよ、してますよ。じゃあパイロットここ増やしておきますね、そしたら。いやー、面白いな、これ。かっこいい。トップガンみたい。トップガン。ただこれ最悪なのが、これに着地できなかったらもう最悪です。ゼロメートルある、ゼロメートル。練習でね、2回やって1回しか着地できなかったから。50%今んとこ 50%。 高いよ。大丈夫です、大丈夫です、いきます。よし、じゃあボンさんよろしいでしょうか。はい、これをサバイバルにしたら浮いていきます、僕が。よしよしよし。それでは赤チーム挑戦スタートです。頑張れ頑張れ、ボンさんしてるよね。してるしてる、頑張って、ボンさん。来た、いった、いった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 。あ、食べてる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 。後ろに行ってる。大丈夫大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。全然大丈夫、全然大丈夫。オッケー、すごい。いいよ、ボンさん、いいよ、ボンさん。すげえ遅い。いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫。ボン降りれる、降りれるんすか、これ。いや、大丈夫です、大丈夫です。前行って、前行って。こう降りれるんすか。ボンさん、死なないでよ、死なないでよ。死なないで、前行って、前行って。どんどん後ろに。はい。オッケー、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 オッケー。さすが。まだまだまだ。こっから、こっから、こっからよ。誘導して、誘導して、ちゃんと。こっから、こっから。いいね、いいね、いいね。まだまだいけるか。まだいける、まだいける、まだいける。あれ、これ、リンゴ食っていいんすか、これ。あ、ここリンゴ食っていい、リンゴ。え、食っていいっていう話だよ。こんなか、こんなか、こんなか。あ、大丈夫です。あ、この線越えなきゃ大丈夫です。はい。はいはいはい。なるほど。さあ、ここね。そろそろ。さあ、ボンさん、なくなってきてる。お、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 お。さあ、上がって、上がって。いいよ。全部使っていいよ。あ、いいよ。さらに、さらに、さあ、一発当てて。一発当てて。ボンさん、ボンさん、ちゃんと、ちゃんと落ちてよ。ボンさん、大丈夫。ずれてない、ずれてない、これ。左後ろ、左後ろ、左後ろ。左後ろ。ボンさん左後ろ、左後ろ。ボンさん左後ろ、左後ろ。おちょっとボンさん、ボンさん、ちょっと難しく、いや
夢があるな。夢。おかしいな、うちのパイロット。え、まさ、記録なんぼっすか、ボンさん。記録いくつ、これ。後で発表。後で発表。後で発表です。はい、あれおかしいな。じゃあ、順番に行きますね。あ、僕たち。黄色チーム。これは、勝機が見えてきたぞ。あ、ありますね。いや、よかったんだけど、途中まで。あれ、なんか仕掛けは一緒なんだよね、こっちも。浮かぶ感じのやつが出てきてるんで、はい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 、じゃあこれ金リンゴいっぱい食えるんだったらね、食えないものだと思ってた。高さここまでで食えるんだと思ってました。ああ、そういうことか。あ、大丈夫です、食べて行ってこい、はい、パイロットオンビー、はい、シンプルです。ひたすら弾を食らって上空まで行って、一番高いところでこの低速落下のポーションの効果を受けて、はいはいはい、ドラを開いてゆっくりゆっくり進んでいきます。おー、はい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 、あるよ、ノブさん。はい、どうした。このチームも水流エレベーターやってました。やはりみんなやるか。やはりみんなやるの。いや、みんなやるんですよ、これ。みんなやってますよ。みんなやるんだ。で、浮かばなかった。そうでもないですよ。みんなやって、あれ、思ったほどじゃないみたいな。全然ね、ずっとこうんすよ。よし、パイロットオンリー、はい、はい、よし、行け、お願いします。頑張ってください。はい、行けよ。来た。すごい数。いいぞ。飛べ。うわ、弾幕めっちゃ変わって、大丈夫かな。弾幕ダメージ大丈夫か。痛い、大丈夫。さあ、大丈夫か。筋肉ちゃん食べてるか。筋肉がある限り、はい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 、行け、オンリー。すごい数だ。よし、もう、天へ。どんどん上行け。登れ。チャージは、痛い。これで粒が、やらの。行け。飛ばさないで、後ろ。大丈夫、おっと、オンリーの行く手を。やばい、後ろ。どんどん後ろに。いや、場外行く、場外行く。弾割ともう少ない。まだもうちょっと。当たれるか。どうだ、当たれた。パイロットの腕出ますよ。うん、素晴らしい流れ。まだ一番高いから。あと1個。あと2つかな。2つですね。オッケー、ラスト。あれ当てろ。あれ、あ、おっと、これはコントロールがお願いしてきたから、もう一発いけるか。いけるか。おっと、諦めていく。いけ、さあ、これで。ゆっくりいってる。泳いでる。普通に飛んだ方が。言うな。どうなんだろう、この絵は。すごい。あ、なんか鳥人間っぽい。ゆっくり。でした。高さ的には今70ぐらいですね。はいはいはい。いいとこ座ってますね。いいとこですよ。いいよいいよ。まだまだ伸びそうですね。やばかったら言ってね、やばかったら。やばかった、言ったらどうなる。言ったらどうなる。はい、オンリーを応援するぞ。行け、足動け。お前ならできる、オンリー。まさかの根性論。まさかのスポコン出てきた。前から見るとめっちゃいいっすね、やっぱり。何、前から見るとめっちゃいい。飛んでる感じが。風向き来たよ、風向き。風向きいいよ。いや、追い風。追い風ダメじゃん、追い風ダメ。あ、いいのか、追い風。ゆっくり飛んでってる、ゆっくり飛んでる。いいよ。400。いやー、でもすごい。400いきますね。こっから根性や、オンリー。追い込んで。まだ俺たちの練習を思い出してくれ、オンリー。無線でこういう会話してんの見たことある。700まで行きたい。やばい、ボンさんの記録の20倍出ちゃう、これ。20倍出る、これ。いけ、オーディ、20倍出そう、20倍どころじゃねえな。30m 切りました。700いける。あ、まだいける。これ、ポーションが切れる。おっと。いや、でも700まで行ける。でも、普通に飛びたい。いや、800までいけるぞ、これ。ほべ、お、行っちゃうか。あ、行った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 。おおおお、伸びる。おお、800いった。伸ばしてる。おいー、怪我せずに。おー、着地してない、これ。おー、すごいな。最後ふわっとした。ふわっとした、はいはい。いいタイムだった。いやー、伸びが良かった。鳥人間っぽい。すごいなー、これは。
100倍ぐらい飛ばれた？いや、500倍、500倍以上飛ばれた。100倍、100倍、100倍、あれ？あ、違う、50倍、50倍飛ばれた、50倍。変わんない、変わんない、もう。よし、じゃあ続きまして、はい。いや、一番ちょっと期待してますよ。確かに。いや、すごい飛んだな、こう思ったら。俺、すごいな、ね。めっちゃ飛んでる。すごい。これどれが本体ですか？こっちか。ああ、もう、あの、ここにあるやつですね。これちょい、レギュレーション違反じゃないですか？この猫字のこれ。数制限が。削る、削る制限光ってるよ。これ、ね、削りましょうよ、これ。厳しいな。厳しい。厳しいな。まあ、やっぱルールはルールですからね。残念。これはね、残念。ここまで、あ、ここまでなら OK です。ここまでなら。そこそこは大丈夫。OK です。ありがとうございます。なくなっちゃった顔。二刀事項が。まあ、でも、あの、実際、ほとんど作ったのはメイさんなんですけどね。なんか飛行機っぽい。今回作ったのが、はい、あの、昔、あの、エリトロで飛ぶときによく使われてた、あの、ボート式の発射装置でして。へぇ、はい。あの、もうシンプルです。こっから、ジャンプしたときに、斜め上に打ち出されるので、うん、そっからひたすら遠くに飛ぼうっていう、もう、それだけです、僕たち。へぇ、どんぐらい実物初めて見たかも。いろいろ試行錯誤して試作した結果、この装置が一番飛ぶであろうと。はい、ありました。ちなみにパイロットは、はい、パイロットは僕です。おおね、おお。いただきます。はいはい。エリトラをちょっといただけると。なんかチカチカしてるもんね。はい。これあのこのボートのエリアにいわゆるエンティティが密集している状態になっているので、ぎゅうぎゅうなわけですね。ぎゅうぎゅうにここに詰まってるんですね。これ今2個に見えるけど2個じゃないってことですもんね。あ、じゃあないです。数百個ここにあるはず。数百個、数百個、あ、もう、あ、だから重かった。サーバーいや、もうなんか我々のせいです。お願いしました。言っちゃった。いや、面白そう。先生がなんか説明すればするほどなんかフラグっていう。そう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 。あの、机上の空論に聞こえるでしょ。聞こえます、ちょっと。ね、あの、皆さんご期待ください。今回、私これ全然作ってません。作ってないんですか？そうなんです。私、あの、あっちにある、あの、壊れかけたやつらばっかりしか作ってないです。ああ、これいろいろ試行錯誤してますね。ああ、でも、はい、そうですね。で、今回は自信があります。私が作ってないから。25個ぐらい見えます、多分。やば。そんなに、はい、ラージチェスト7やつ分ぐらいのボードに詰め込んであります。やば。じゃあ一発勝負です。メイさん頼みます。はい。メイよろしくお願いします。これ見たら終わるんだよな。はい。どんぐらいいくのこれ？いける。いきます。はい。いけ。ちょっとこの辺、これこれ。ビュンって飛ぶんで。どういうこと？もうちょい前。もうちょい。お願いします。あー飛んだ。え、どこ行った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 、え、どこ行った、飛んでおります、飛んでおります、もう飛んでおります、スペクテーター、ちょっと待って、小速度速飛んでる、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 ええ、ゆっくりと163高さ160何歩です。え、すごい飛んでる。え、まあ、どこにいるの、全然描写されてない、わかんない、どこにいるかもわかんない。あ、地上見てきた。あ、見えてきた、見えてきた。400のとこ、400のとこ、400のとこ、400にいます、今。いや、やば。え、どこだ、どこだ。さあ、どうだ、どうだ、どうだ。強い、これは強い。強い。早い、そして。ゆっくり。お、どこだ、どこだ。今、700飛んでます。はい。あー、もう、700を。早い、早い、早い。うわー、うわー、すげえ。うわ、1000いった、1000いった。1000いった。もっといくぞ、もっといくぞ。これ、全然いく、全然いく。すげえ、すげえ、これがボート式カタパルトの力です。すげえ、追いつけない、すげえ、早すぎて追いつけない。なにこれ、1200突破、1200突破、はい、うわ、よっしゃー、飛び続けろ。うわ、いってんな、これ。ちょっとかっこよすぎるぞ、これは。すげえ、1400超えるか。あ、1500もいけそう。400突破、突破、いけ、頑張れ。あ、いけるか？いけそう、いけそう、いけそう、いけそう。あ、いけいけ、おー、ふわっとして。しないように、気をつけて、気をつけて。まだいける。くっけ、頑張れ。頑張って、頑張って。ゆっくり頑張って、600万。頑張って、頑張って。もうちょい。ピリーン。お、すげえ。やった、飛ぶの、すごい。やったー、すごすぎる、これは、ほんとに。いやー、これ、すげえなー。おもろ。
うまくいった、一番うまくいったんじゃないですか。いやこれすごかった。いやすげえ、ちょっと発射失敗したんですよ。あ、そうなの。本当あの練習の時あの高さ430まで飛べたんですけど、それもあるんだ、そんな430だったんですよ。いやでもすごい記録だな。目で追えないことある。いやーすごかった、びっくりした。いやーでも惜しかったな、ボンさんが、ボンさんがトランポリンさん成功してれば。惜しかったね、惜しかったね、僕たちも。あとちょっとだった、トランポリンさん。惜しかったですかね。絶対1600来れてない。絶対来れてない。どんなにうまくやっても来れてないの。はい、じゃあ結果発表いきたいと思います。はーい、はーい、チャリーン。それではまずドズル、ボンジュール、ペンギンチームの記録から発表します。ドキドキ。いやー何千メートル、楽しみ。これ飛距離14メートルです。もう早いな、もう。結果出てないんだよまだ。いやさすがに、さすがに行って15かなって感じだったんで。装置使われなかったですもんね。確かに。うまくいってるの見たかった。ただの落下ですね。まあ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 、はい。続きまして。オンリーちゃん、オラフくん、タイタイチーム、飛距離は842メートルです。おお、ありがとうございます。おおおあ、ああ、そしてそしてそして、タサミ先生、大原弁、猫字チーム、はい、飛距離は1609メートルです。いやすごい。強かったなぁ。強い。これは強い。100倍か。100倍いかれたね。100倍いかれたよ。うん。惜しかったな。100倍。100倍はやばい。はい、ということで、今回こちら、マイクラ鳥人間コンテスト、優勝は、立浪先生、大原め、猫字チームでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと優勝インタビューを、じゃあ、立浪先生お願いします。はい、あら、あれ、あれ、めぇめぇさんのおかげです。ありがとうございます。猫字お願いします。はい、いやちょっと僕もあんま稼ぐできなかったんですけど、メンがね気使ってオブジェ作ってくれたりして、はい、そして大原メン、空飛ぶの楽しい。あ、死んだ、あ、死んだ。はい、ということで、またあのこういったね、選手権系というかコンテスト系やっていきたいと思いますので、今日の動画面白かった方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー、バイバーイ。バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントも待ってるね。どうしてもっていうわけじゃないけど、気が向いたらしてね。